ょ、20番。20番、またぎん。人口減対策ですけども、何はともあれこれからも、頑張っていただきたい、いただきたいと思いますし、前の議員の時も言われた、雇用、そういう面も頑張っていただいて、人口の流出を防ぐ、そして、今さっきウェルカムハウスって出したんですけども、こういう中で今こうやって竹内若木地区やっていただいてるんですけども、もうこれだけじゃなくてですね、周辺部全てに、さっき言いました空き家バンク、土地バンクで、住宅があるということで、今回漏れてた山内町、北方町、そういうところの住宅政策にも力を入れていっていただければと思い、次の質問に移ります。次はですね、広報について、これはですね、大楠公園のスケッチ大会で優秀作品です。これは女山トンネルのレリーフになります。これはもうこれからシーズンの、長野の風穴、こういうのも一つの、ここでやるのも広報ですよね。で、これ教育委員会さんのホームページです。教育委員会さんのホームページ、広報のところで見ると、武雄市は教育移住をしよう、受け入れよう、タブレット教育、そして、プログラミング教育、教育については先進市です。3月議会でも言いましたけども、よそに視察に行く、総務委員会で行ったんですかね、総務委員会で視察に行ったら、あの武雄市さんがうちに来てくれたんですか、ありがとうございますって言われるような教育先進地であります。で、教育移住という言葉もありました。そういう中でですね、じゃあ武雄市の教育委員会どうだろうって、教育委員会にとってこんなホームページなんですね。あえてこんなホームページって使わせていただきますけども、やっぱりですね、これ貧弱すぎる。教育移住を目指す、教育先端のやつをやろうっていう教育委員会のホームページじゃないですよ。もう手作り感バリバリですね。で、ここだけ変えていく、そういう中、ここもうめった変わらない、もうここだけ。やっぱこれじゃやっぱり教育移住で検索した人はがっくりくると思います。もちろんこの中に入っていけばものすごく内容は充実していると思いますけども、これは教育委員会さんのホームページにしてはあまりにも貧弱だと思います。広報の部分で、これは教育委員会さんのホームページだから教育委員会でやれっていうこともありますけども、やっぱり広報課っていうのがありますから、きちんとそこでチェックして、こういうふうなことでどうだろうかって言ってやっていただきたいと思います。まず教育委員会のページ、そして次、ふるさと納税。ふるさと納税は前回も言いました、ふるさと納税が竹雄市に入ってくる、それにでも倍するものが外に出ていったら何にもならないわけですね。宮本議員さんが質問で出されましたけども、自分も外からふるさと納税試しに買ってるってことをおっしゃいましたけども、そうやって竹雄市に納めるのよりも多く外に出ちゃいかんわけですね。そういう中で何が言いたいか、さっき教育委員会さんのホームページにいました。今度は、ふるさと納税の竹雄市のページです。これですね、これが竹雄市のふるさとチョイスという中のホームページ。竹雄市はだいたい売上が年間1億ちょっと、じゃあ県内で売れている、県内でふるさと納税の10億20億売ってるところの、ふるさとチョイスのホームページはどうなのかというと、こんな感じなんですね。もちろんちょっとね、画像大きくなってるんで荒いですけども、本当美味しそうに撮ってあるんですよ。美味しそうに撮ってある、美味しいんでしょうけど、これ元でしても竹雄市パックに入ったまんま戻します。で、さらにもう一つ言えば、これは竹雄市と全然関係ないんですね。横のところは、この縦の横のところは全然竹雄市と関係ない。この反対側ちょっと切れてますけども、反対側も全然竹雄市と関係ないと。売れてるところ、上峰町です。上峰町ですよ、上峰町、ここ全部上峰町のこと、こっちも上峰町のこと、全部このページ全体が上峰町の PR、 特産の PR やってます。写真の撮り方も抜群。今県内で上峰町、嬉野町、もちろん玄海町もそうですけども、十数億売られてる。竹雄市は1億少々で、さらに言えば今聞いたところによると前年対比で逆にマイナスになっている。そういう中で、これはちょっと甘いやろうと、これはちょっと甘いやろうと、やっぱり本当に力を入れてるのかというふうに
これですね、さっき言いました、ふるさと納税が来るよりも外に出ていったらマイナスなんですね。だからプラスの方に持っていかなきゃいけないんで、ぜひこのホームページ、ホームページっていうとあんまりバカにしていかんわけですね。なぜかって言えば、観光協会のホームページをリニューアルしました今年で。どういうことが起きたかっていうと、各旅館のアクセス会、旅館単体でのアクセスを見れば、旅館が観光協会からのアクセスがものすごく多くなった。観光協会にみんなアクセスして、それから旅館に飛ぶんですね。それが倍増したと。やっぱりホームページの力っていうのは大変だ、大変力あると思います。例えば三船山観光ホテルさんも、昔大変な時に一番最初に手をつけたのがホームページのリニューアルからっていうふうに聞いてます。やっぱりそういうような一歩で、やっぱりこういうふうな形で、やらなきゃいけないと思います。あ、ごめんなさい、ここも全部そうですね。町長さん、この2点、教育委員会のホームページ、そして、観光協、そのふるさとトレースのページ、この2点貧弱だと思いますけども、いかがでしょうか。諸岡子ども教育部長。議員さんの方からご指摘をいただきましたように、現状の教育委員会のホームページにつきましては、作り自体が古めかしく、あるいは必要な情報が探しにくいと、こういった声も聞いております。そうしたことから、市長部局、シティプロモーション課室ですね、こういうところと協議をしながら、見やすいよう、あるいは使いやすいように変えていきたいというふうに考えています。また教育委員会内部におきましても、情報を整理をしながら、タイムリーに発信していけるような情報管理に、を行い、対応していきたいというふうに考えております。あ、平川企画財政部長。ふるさと納税のサイトの写真については、ご指摘のとおり、他の自治体と比較しても写真の撮り直しが必要なものが多数見受けられるというふうに思っております。こちらの方については写真の撮り直しを含め、早速取り掛かりをさせていただきたいと思っております。議長、20番、村議員。いいやっていただくというのに失礼な。やっぱりですね、入り口なんですね。入り口はやっぱりきちんとしとかなきゃ。やっぱりここから入ってきて、日本に冠たる教育委員会、他教師の教育システム、あまりにも差がありすぎる。そしてふるさと納税もきちっとやれば増えるかもしれない。写真を変えるだけじゃなくて、その名のリニューアル、まあこれが一つの広報化っていうところの仕事の一つにもなるんじゃないですかね。広報化はもう市のちょっと他のところまで見渡す、我々議員から指摘を受けるだけじゃなくて、自分たちもこう見回して、教育委員会さんにこういうのをちょっと変えた方がいいんじゃない、うちも手伝うからとか、やっぱりそういうところも必要になってくると思います。ぜひですね、そういう意味で広報化、そしてこういうふうな入り口のところをきちんとやっていただく、まあ、今度競輪の方もやっていただくんですから、よくなると思うんですけども、そういうところをまずやっていただきたいと思います。で、次ですね。これ、波佐見町の PR 動画です。波佐見焼きですね。入れ歯を外しても波佐見焼き、入れ歯つけても波佐見焼き。わ、インパクト強かったです。これね、やっぱりすごい、視聴者数、閲覧回数だと思うんですけども、ぜひですね、もしよければ竹をも、こんなコミカルじゃなくてもいいから、やっぱりこう PR 動画みたいなやつを作ったらどうか、教育委員会さんにしてもそういうのもあっていいんじゃないか。これショートです、1分少々です。でもしさらにできれば、各町、東西川上り、竹尾、立花、山内、そういうところも自分のところの PR を作ってみらんですかと。これ極端に言えば携帯1個持っててもアップできるんですね。だからそういうのも
一つの手ではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。小松市長。私もこの橋上焼の PV 見ました、確かにかなりインパクトがあると。でこれ、今日本全国で、各自治体が PV を PR、ビデオプロモーションビデオを作っています、どこの町とは言いませんけれども、まあ、見たらですね、例えばこう、その地元の特産品がずっと並んできてなんとか町というようなPV であったりしてですね、決してインパクトはないんですよね。それと比べると非常にこの橋上焼きは私もインパクトはあるし、ターゲットも明確だし、一点勝負しているというところもあって、まあ、非常にいい出来だなと。お金も結構かけてるようなんですけれども。かけてないんですか。あ、それは失礼いたしました。我々もこう今橋上焼きじゃない、波佐見町の、PV の真似ではないんですけれども、やはりですね、まあ、シティプロモーション室もありますので、そこは、インパクト一点勝負、そういったところで、ちょっとお金が今ないので、ないからこそ知恵を出して、そのインパクトのあるですね、その PV、 それはさっき各庁っておっしゃいましたけれども、市民の皆さんも、ぜひ巻き込んで参加できるような形で、ぜひそこはチャレンジしていく、早速取り組んでいきたいと思っています。20番茂田議員。私から見てやっぱりですね、悔しかったですね。本当は他郷の方がお箱だと思うんですけども、まあやっぱりよかった。で電話して聞きました。どういうふうな取り方した、どういうふうな予算がかかりましたとか、まあ、思ったよりも全然あれだったですね。ぜひこういうので PR していただきたいと思います。各庁もそういうふうにして、やれたらと思います。それともう一つ広報の方でお願いですけども、これは一番最初、誰の質問だったかな、観光の部分なんですけども、観光でものすごくこう今風評被害って言いますが、観光が減なんですね、観光客が、私知り合いの旅館さんとか何とか聞くと、大体前年対比で2割以上減らしいです。2割以上減らしいです、前年対比で。で、まあ、もちろん農繁期っていうのもありますけども、それでも前年対比で2割以上の減っていうんです、で言うんですね。そういう中でやっぱり他郷は元気ですよって広報していかなきゃいけないと思うんですよ。今日たまたま下で食事してたら京都屋さんがテレビ出てられて、こうやってチャンセルの束を持たれてやってます。ぜひ他郷は元気だっていう広報もこれからもやっていただきたいと思いますし、実行していただきたいと思います。これも広報の仕事だと思います。よろしくお願いします。では一番最後の項目、保険についてです。保険についてでありますけども、これはですね、保険というのはいろいろあります。まあまあちょっと2つだけなんですけども、他郷の今、他郷市が持っている車の保有台数218台あります。でじゃあこの車の保険はどうなっているのか。これね、なんでこれ言ったかというと、毎議会ごとに職員さんっていうか車の事故のやつが出て、我々先決で承認してますよね。でうまく保険の交渉いってるんだって思っててたんですけども、うまくいってるからもうみんな承認すると思ってるんですけども、たまたま知り合いが同じように交通事故、まあ市の車とぶつかっていったら全くダメですね、交渉が。事故した時に顔を出して1ヶ月顔を出さないで、顔を出しても、例えば失業間をお金を振り込みました、で振り込みの明細書もやらない。じゃあ通院の時の通院費用はどうしますかって言ったら、後で精算しますって全然言わない。普通の保険屋から比べればもう全然ダメですね。そういう中で我々承認してきたと思うとがっかりですよ。でそういう中でこの218台はどこにじゃあ保険を頼んでるんだということで調べました。でもちろん聞いたんですけども、まあ金額が安いからということで、言われて、全国自治体なんとかっていうところの保険屋さんで、庁舎建物の方もやっぱりそこを同じところを頼んでるんですね。
そういう中で218台、例えば個人が、例えば池田議員が車を持っていると、保険入る1台高いですよね。でも会社で5台まとめて入ると安くなる。あと他のところで、12台まとめて入ると安くなるっていうのがあります。これ民間の保険会社でもそれが対応できるんじゃないか。これ今市がかけてる保険は全部市外に行きます。市外どころか県内にもない、よそに行きます。じゃあ1年あの1割2割ぐらい高くても市内の保険屋さんに見積もりしてもらって、例えば倍ぐらい高かったら別ですよ、対物500万だそうじゃないですか。普通対物っていうと無制限かけますよね。で市内の保険屋さんに見積もりをしてもらって、倍だと話はなりませんけども1割2割ぐらいだったら市内にお金を落としてもらいたい。218台だったら100台単位でやるとガコーンと下がるでしょ。200台だとガコーンと下がるでしょ。やっぱりそういうようなところも見ていかなきゃいけないし、民間の保険屋さんが全ていいとは言いませんけども、やっぱり対応自体も私は今言ってる自治体関係のところもいいような気がします。ぜひそのような調査検討をしていただけないものか、市内どころか県外にお金をやるよりも市内の方を調査していただく、こういうことはいかがでしょうか。お伺いします。平川企画財政部長。議員ご指摘の雇用者の保険の任意保険の加入ですけれど、これはもう積極的に民間損保も含めて検討させていただきたいというふうに思っております。20番。次用意してたんですけど、もうしますってもう言われたらもう特にないんですけど、ぜひそういうのをやっていただきたい。これ昔から言ってるんですけども、市内業者で中央の安いの1割2割高くても武雄市の地元にお金を下ろしてほしいというのを前からここで私も言ってます。ぜひこの保険の部分に関しても、この車だけじゃなく建物、武雄市いっぱいありますね。だから地元からも見積もり取る、そして、やっぱりそういうふうな大きいところ、大きいところというとその中央のなんとかっていうところよりもやっぱり地元を優先してやっていただきたいし、まあ、やりますということで、言われたんで、お願いいたします。では全項目終わりましたので質問を終了いたします。ありがとうございました。以上で20番牟田議員の質問を終了させていただきます。ここでモニター準備のため5分程度休憩をいたします。